い、こんにちは。日本改革党くつざわです。コン様、横浜のタカデス様、ニワジー様、エミコ様、本の予約も、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日は朝から工事やってまして、近所でなんか やがましくて、気にしだすとイライラしてしまいますけれども、河野太郎裁判10月25日金曜日11時から東京地裁705法廷です。都合つく方はぜひいらしてください。こうなってもここまで来てもテレビ新聞は無視するんでしょうか。現職大臣が一般人を史上初で訴えてるっていう面白ネタを見過ごすんでしょうか。って思ったんですけど、これ指令出してんの NHK かもしんねえな。ちょっと思ってまいりました。私NHK スクランブルでも NHK ネット聴取反対でも、合計で10回やってんですよ。それでですね、私をテレビで、紹介するときはそれに触れざるを得ないですよね。そうするとですね、NHK が非常に困るわけで、現にNHK はですね、私の存在を、完全に無視しろって下に指示出してるそうなんで、全メディア、テレビ、新聞に NHK が指令出してですね、くつざわのことは完全に無視しろ、くつざわ紹介する場合は、それに触れざるを得なくなっちゃう、うち困るということで指令出してんのかなって思ったりなんかしてね。まあこの法廷にテレビ新聞どこも来ねえっていう、事態が起こり得るのか、ちょっと楽しみにしておりますけれども、 NHK 調査、選択的夫婦別姓を総裁選の争点にしてほしい、イコール 1% 騒ぎがやがましい割に数少ない100分の1ですね。多くの人はそれより税金や医療についての議論を望んでいる現実、総裁選で議論してほしいこと、社会保障制度 35%、 経済財政政策 26%、 政治改革 17%、 外交安全保障 11%、 憲法改正 3%、ときてですね、選択的夫婦別姓 1% と、世論です。他に優先しなきゃならんことが山ほどあるんだから、当然の結果、強制親子別姓って表現が納得感ある、人件費を抑えたい財界の意向だし、騒いでるのは一部の活動家だけ、なんで夫婦別姓にすると人件費を抑えられるのかがちょっとわかんないんですけど、私にはね。夫婦別姓は日本の戸籍破壊工作、ざっくり 1% と言ってるが 0.5% かもしれない。たった 1% のために制度を変えて社会を混乱させるのは許されないと、ネットでも反対多数なんですけれども、なぜか新聞テレビの世論調査だとですね、賛否が拮抗するんですよね。多くの人は自分と関係ないことなんで、まあ、すでに結婚したり、結婚する気なかったりっていうことなんで関係ねえからっていうことなんで、まあいいんじゃないって安易に回答してる結果なのかもしれないんですけど、まあ多くの人にとっては人ごとですよね。戸籍が混乱するって心配してみる我々にとっては重大事ですけれども、立候補するとマスコミ共同で政策アンケート送られていくんですけれど、必ず入ってくるのね、夫婦別姓反対ですかみたいな、1% しか議論を望んでない夫婦別姓の項目、必ず入ってんのはマスゴミのゴミらしいとこですね。1% しか議論望んでないんだから、そんな項目とっとと削除せよ。他にね、関心の高いこと、消費税であるとかいるだらいんじゃねえのかなって思うんですけれども、まあそれがゴミのゆえんですね。重大な関心事なんだよ、あいつらにとっては。社会を混乱させたいですからね。9月6日、小泉進次郎、急性で不動産投機できない、断言。9月9日、高市早苗、4月から可能になった、私が変えた総務省関連の手続き1142件すべて急性で可能にしたと、世論です。高市さんが一番まとも、生活の足しにならんから別姓議論は後回ししてくれんか。石破のようにクリーンな自民党とかふわふわした子供みたいなことを言ってるやつよりはるかに有能。子供の姓をめぐって夫婦や親族で仲が悪くなる、手続き上の面倒も少ないから離婚しやすくなる、少子化がさらに進む、選択肢が増えると仲違いの元になるんだぞ。姓を変えたくないなら事実婚でいいじゃない。
日本の役所はゴミカスで、別姓 OK にしたら戸籍の手続きわからなくて戸籍制度が崩壊する、灰乗り、背乗りが容易になると、高橋さん、別姓の危険性察知してですね、同姓でも一切困らないような、行政を目指したんでしょうね。旧姓で困らない、ような選択的だからいいじゃないかっていう勢力もいるんですけれども、選ぶんだからいいじゃないか、同姓がいいって人は同姓になるんだからいいじゃないか、そういう勢力はですね、選択的別姓が通ったら同姓を選んだ有名人を攻撃して同姓を選びにくくする計画と聞きました。あとですね、勢力下にある有名人に別姓選ばして盛んにね、もてはやす、専念すると聞きました。結婚の価値が下がって家族の絆が薄れ社会が大混乱したソ連の大失敗を日本に繰り返させたいんですよね、ゴミどもは、詳しくはソ連夫婦別姓で検索してみてください。夫婦別姓のデメリットについての議論、よるんです。別姓のデメリットってご近所さんから夫婦仲悪いのかなと思われる、ああこれ痛いですね。子供の名字で揉めそう、子供のせい、いざという時夫婦であることを確認しづらい、なんでこいつら結婚したんやろって思われる、うちの嫁は同姓がええって言ってる、別姓が認められたらメディアは同姓を批判して同姓は時代遅れと報道し始める、結婚のハードルを少しでも下げたいんじゃないか、子供の名字どうすんやろな、夫婦の確認めんどくさいわ、子供のせいにこだわりを、自分のせいにこだわりを持つ夫婦が子供の名字を納得して譲るなんてありえん、現状のままじゃ離婚の火種にしかならんと、高橋さんお父さんの息子の鈴木くんとかいうこともあって学校の先生混乱しそうですね。これ通っちゃったらよ、例外認めたら世界に誇る日本の戸籍がこなすから絶対ダメですよ。左翼は社会の混乱狙って盛んに推し進めてますけれども、たった 1% しかいねえって、明らかになっちゃってるし、NHK の調査ですら言ってる連中がほぼですね、お前らもう結婚とか関係ないだろっていう、まあ、高齢者ばっかですね、無関係な者たちが若者の未来について口出してんじゃねえと、やっぱり予測されてましたね、メディアが一斉に別姓かっこいい同姓ダサいって始めるってね。9月9日高市早苗総裁選挙立候補記者会見、首相給与も閣僚給与も廃止する、国民から信頼してもらえる強い自民党を作っていく、他の多くはですね、私高市さんに賛同なんですけど、これはちょっとどうかなって思いますね。世論です。いやそういうことじゃなくて、適正な報酬は受け取らないと余計な勘繰り受けるだけでは、無給じゃなくて議員は報酬をもらうって話でしょ、仕事に見合った報酬なら文句言わないよ、上が率先して適正報酬を得るようにしてくれないと下々が困る、報酬もらってないから責任も取らないって逃げられても困るんですけど、報酬なしなら他の利権で稼ぐのが増えるだけだろうと、大臣はパーティー禁止っていうルールありまして、まあ守られてないんですけれどもね、これ律儀に守ってた小野寺逸則防衛大臣、金欠に陥りまして安倍総理に辞めさせてくださいってお願いしたとかなんとか、安住淳財務大臣は盛大にパーティーで稼ぎまくってましたけどね、こういうルール無視してね、高市さんが言ってることは大臣手当をなくすって話で、議員報酬はもらうって話のようです。無給になるわけじゃない。豊島区議会も議長手当っていうのが月5万ぐらい出てましたけれども、割に合わねえなって思ってました。毎日議会に行ってですね、月5万の議長手当で何なのかんだの仕事も多くて、議長の名前で出すなんかお祝い事とかそういうね通知とかもすごく多くて、割に合わねえな全然って、思っておりました。でもそうするとですね、増えた出費を補うために大臣でもパーティーやってよしっていうことにもしないと小野寺パターンになっちゃうんじゃないですかね。衆参合わせて713人の国会議員いますけれども、1人1億円増額しても713億円ですよね。パーティー一切禁止にしてですね、パー券買ってくれる財界と、まあ、企業ね、外国人の言いなりに国会議員をさせない方が何兆円も税金節約できんじゃないのか、
って思うんですけど、1億円増額する、その代わりパーティー禁止な、育成就労と特定技能で外国人労働者をせっせと入れてですね、結果日本人の賃金を抑制するっていうのは財界の意向ですよね。財界がいっぱいいっぱいパーケン買ってくれるから自民党議員逆らえないんですよね。こういうので日本がダメになっていくぐらいだったら、議員報酬713億円ぐらい増やしてパーティー禁止にした方がいいんじゃないか。これ持論ですけど、まあ異論は認めます。そんなに議員だともらえるのは妬ましいって思う人もいるかもしれません。あとパーケン買ってくれる中国人の言いなり議員いっぱいいるでしょ。中国人女性一緒にしてですね、どこでも忘れましたが、自民党の松下新平参議とかね、国益損なってますよね、こんなん絶対にね。あと中共の言いなりの河野太郎とかね、こういうのを排除、パーティー禁止な、その代わり年に1億円、増額してもたったの713億円で何兆円も節約、無駄なとこ行かねえんだったらそれがいいわ、いうふうな割り切り、どうでしょうかね。異論は認めます。維新ダメだ、かばいきれない。斉藤元彦兵庫知事に辞職を要求、方針転換と思われるがこのままでは党が持たない。これで兵庫県議会議員全員が知事の辞任を要求中。まあ辞職か。世論です。県議会解散が怖くて不信任案出せないヘタレ、維新壊滅が先か知事失職が先かのチキンレース、もっと長引かせて維新も斉藤ももっと嫌われろ。まあまあ吉本でも見て笑えない。不信任案成立が濃厚になった途端に知事辞職した増添の方が潔よかったな。維新が公益通報でなくて県政転覆を狙う集団による誹謗中傷の文書と言ってた過去は消せないぞ。そんなこと言ってたんだ。維新の衆議院議席41、何議席減るか楽しみと。これに対して斉藤知事はですね、重く受け止め、反省すべきとこは反省する。一方で進める予算事業はしっかりさせていただきたい。要求に応じない方針。議員全員にやめろって言われてるのに、やめないっていう、すごいなぁ。世論です。面の皮が厚すぎる。革ジャンやるからやめてくれ。職員はクレームで業務滞ってるだろう。俺は知事だぞ。維新は製造者責任取れよな。県民のためというならやめるべき。野々村みたいに取り乱すところを見てみたい。記憶にないし道義的責任もわからない男だし、こいつ不信任案可決されたら絶対議会解散するよな。反省すべきところは見つかりませんでしたと。前議員にやめろって言われてるのに、今後は自分の出した議案一切通らないかもしれないのに、そんなことは知事の肩書きに比べたら些細なことなんですかね、この人にとってはね。しがみついたって来年7月までで1年切ってんのに、この頑張りようはちょっと常人には理解できませんね。やっぱ狂っとるなー。こいつの狂気を見破れずにですね、知事選を応援した兵庫維新ね、維新の衆議は現在41人だそうですけど、斉藤のせいって本当に半減しそうですね。一般的な白米についての知識、他の食品と同じように厳しく表記すると消費期限は約2週間程度になる。どう考えても、それやっちゃうとパニックになる。よって賞味期限を2ヶ月程度に設定しているらしい。痛みが早い夏は2週間を目安にお米を食べきるべき。米に生えるカビはアフラトキシンやオクラトキシンなど毒を持ったものが多い。このカビ毒には発がん性肝機能障害、腎機能障害、腎臓障害の、引き起こしたりするので要注意。小林製薬赤紅麹コレステヘルプで話題になった毒ですと。カビ毒、世論です。紅麹も米が原料だから当然そんな毒が発生するとは知らなかったわ。半年前に買った米を問題なく食ってるが、買い占め高齢者の危機、罠だったんだな。うちは冷蔵庫で保管してる。こんな情報流したら米捨てるやつ続出。では玄米と家庭用精米機が売れるようになる。めんどくせえわそんなの、置き場所にも困らない。
夏は2週間ですか、どう考えてもそれ以上の米何の疑いもなく食ってましたね。冷蔵庫保険ね、いてそんな空きスペースないですよ。1キロ2キロぐらいしかね。テレビに騙されてつい買い込んじゃった大きいお友達はどうすんだこれ。やっぱ捨てるか売るかするんすかね。7月8月は昨年の7月8月の 135% の販売量あったそうで、35% の米が、どっかにダブついてますね。今後ネットで異常に安い米が叩き売りされそう。テレビの邪悪とですね、それにたやすく操られ踊る情弱さ、本当になんとかならねえかな。自然に減っていくのを待つしかねえのかなと、思ったりします。まあ、そういったらがカビ米食って、減っちゃうのも気の毒ですしね。今日の単身、立憲代表選挙で泉健太、新聞は食料品じゃないから消費税 10% でいい。あらららら、ら新聞がどんだけね立憲の悪行を隠蔽してくれたかご存じないのかな。オンアダですねこれね。どうせ代表にもなれねえし政権交代しないからすっきーなこと言ってやれの精神ですかね。地方は新聞より実は車が必需品なんですよね。お母さんが軽、お父さんがワンボックス、じいちゃんばあちゃんが軽トラと、そんな感じ。車の消費税は食品同様 8% にすべきなんだよな。つうか車はですね、車両税とか重量税とか税金の塊、税金取りすぎなんですよね。地方の衰退加速させてるよなこれな。車必需品なんだから地方は。来年5月から現在は読み仮名の記載がない戸籍、名前に読み仮名記載されるように法改正されそうであります。氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。たかしと書いて引くし、太郎と書いて次郎と読むような名前は今後認められなくなるね。河野太郎と書いて中京の犬と読むのは、いいんじゃないかって思うんですけれども、今ある戸籍にもですね読み仮名が追加されるそうであります。役所からですね、もしかしたらなんて読むんですかこれって問い合わせ来る人も中にはいるかもしれません。別姓と逆方向でですね、戸籍が厳しく明確になるのはいい方向だと思います。背乗り、灰乗りや他人になりすましが困難にする方向には私は賛成であります。新潟米懇談会さん、5キロ3000円でもって高い高いとテレビは言うが、コシヒカリ茶碗一杯約38円なんですから、決して高くないと理解を求める。お米1人当たり消費量、1962年がピーク、何年前だこれ、60年前ですか。年間118キロ1人食ってました。1日500グラム近く食ってたんだ、すごいな。現在はそれが51キロと半分以下になってるそうであります。3食とも米食べるって人どのぐらいいるんですかね。3食食ってるって人もどのぐらいいるんですかね。若い人は1食も米食わねえなそういえばっていう人結構いるんじゃないですかね。皆さんどうすか、どのぐらいの頻度で米食ってます。米農家が家業として成立しなくなってるのも、地方衰退の一因ですよね。仕方のないこととはいえですね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。